その通りです。よくご存知です。正解です。筋肉です。で、細かい話すると筋肉、腱、靭帯、膜という名前のついてるので、お腹が急に痛くなってトイレ行ったら下痢だったとか、あの冷や汗が出るとか油汗が出るような痛みって体験したことあります。あの痛みを急性痛って言い方します。急性痛、あの急性痛の電気信号を送る神経の繊維は Aデルタ繊維って名前なんですね。これ名前覚えなくてもいいですけど、ね、急性痛専門の神経があるんです。で、皆さん慢性痛ですね、半月も1ヶ月も1年もダラ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 痛みの電気信号を送ってるんです。これね、 C 繊維っていうんです。これ慢性痛専用の神経です。全くの別物なんです。急性痛の痛み感じてる時の神経と慢性痛は全く別で、で皆さん慢性痛ですから急性痛の話しないといけますね。で、慢性的な電気信号を半月も1ヶ月も1年もダラ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 遅れるところは体の中で筋肉しかないんです。